DC Extended Universe Wonder Woman 1984 Wonder Woman 1984は DC コミックスのスーパーヒーロー、Wonder Woman をベースとする2020年公開のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画。監督はパティ・ジェンキンス、脚本はジェンキンス、ジェフ・ジョーンズ、デビッド・キャラハムで、ガルガドット、クリス・パイン、クリステン・ウィグラが出演する。 DC Extended Universe の9作目で、ワンダーウーマンの続編。タイトル通り作品の舞台は1984年である。前作での戦いから66年後、欲望と世情不安が渦巻く1984年のアメリカ。主人公、ダイアナ・プリンスはその知性を生かして、スミソニアン博物館で働きながら、一方で、ワンダーウーマンとして、 悪と戦い続ける日々を送っていた。ある日、FBI に摘発された密輸業者の盗品が博物館へ届けられ、その中に奇妙な石があることにダイアナは気づく。ダイアナの同僚である、鉱物学者、バーバラミネルバの鑑定ではその石は当初シトリンで、できたうさんくさいまがいものと思われたが、台座にラテン語で何でも一つだけ願いを叶えると掘られており、 ダイアナとバーバラが願いをかけてみたところ本当にその願いが叶ってしまう。それと前後して著名な事業家のマックスロードが現れダイアナたちに接近、隙をついて石を考えへ持ち出してしまう。石をまんまと手に入れたマックスはその仕組みを逆手にとって願いを叶える力を自らのものとすると会社の拡大を皮切りにその権勢を再現なく拡大。 やがて全世界を巻き込んだ果てしない暴走へと突き進み始める。石が持ち出され悪用されていることを察知したダイアナは、ダイアナの願いで復活を遂げたスティーブ・トレバーと共に、マックスの追跡を開始。願いの代償で弱体化しながらもマックスを追い詰めてゆくダイアナだったが、そこに叶った願いが失われることを恐れて寝返った、バーバラが立ちはだかる。当初、 アメリカでの劇場公開は2020年6月5日の予定だったが新型コロナウイルス感染拡大を受けて8月14日に延期された。これを受けて日本での公開も6月12日の予定から延期されることが決まった。しかしアメリカでは新型コロナウイルスの影響が続いているため改めて公開延期となり新たな公開日として10月2日に設定された。 アメリカでの新たな公開日に合わせて、日本での公開日も10月9日に決定したが、9月11日、ワーナーブラザースはアメリカでの公開日を12月25日に延期することを発表した。それに伴い、9月14日に日本公開日をアメリカと同じ12月25日に変更すると、ワーナーブラザース映画が発表した。その後、ワーナーはアメリカとカナダでは、 予定通り2020年12月25日に劇場公開するとともに HBO Max でも加入者限定で配信することを決定した。HBO Max のサービスが行われていない国や地域ではアメリカより先行する形で同年12月16日から順次劇場公開することが決定し、日本では当初の予定より1週間前倒しとなる12月18日に 公開することになった。動画配信サービスでの同時公開について、パティ・ジェンキンス監督は、もしも1年前にこの映画が、ストリーミングに直行すると聞いていたら、正規を失っていたでしょうと、基本的には反対の立場とした上で、でも、このような狂った年になってしまったんです。最善策はないと、この決定を受け入れたことを話した。 北米市場での公開3日間の興行収入は1670万ドルであった。これは前作の1億330万ドルの2割にも満たない数字だが当初の予想では多くとも1500万ドル以内に収まるとされていたため予想を上回るヒットとなった。これは同じく生産な記録となったテネット、テネットの930万ドルを上回っており、 パンデミック発生後では最も高い工業収入記録となった。HBO Max でのネット同時配信も好調で、契約者の約半分が公開日のうちに干渉し、同サイト総視聴時間は他の一般的な日の約3倍となった。映画批評集積サイトロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ワンダーウーマン1984は、 続編の過負荷に苦しんでいるが、それでもシリーズのファンとその古典的主人公のファンを満足させるのに十分な活気のある現実逃避を提供している。であり、433件の評論の内高評価は59%に当たる256件で、平均点は10点満点中6点となっている。メトクリティックによれば、57件の評論のうち高評価は30件。 賛否混在は24件、低評価は3件で、平均点は100点満点中60点となっている。ありがとうございます。